close up. Yazawa live in London. My name's Paul Fisher, and I'm living in London. And I came back here about 3 years ago, and I've continued to try to introduce Japanese music in London. I've been a fan of the Boom and Miyazawa for a long time, and I really like the way that they mix some Japanese and other Indonesian or other Oriental influences in with rock music and pop music, with Brazilian and other Latin flavors. And for me, it's a very, very interesting mixture, and there's really nothing else like it. And I also think that Miyazawa is a great songwriter, so I think that the songs can stand up to any song produced in the world. パリから始まりまして、ブルガリアのソフィア、そしてポーランドのプシェミシェルという町と、ブロツワフという町、そしてモスクワで2公演でこっちへ来たんですけども、なんか海外進出とかね、そういう別に大きなことを考えてるわけではなくて、僕の島唄とか、いろんな歌を聴きたい、来てくれないかみたいな声がかかったり、ある町ではその向こうへ渡った日本人の人が、日本の歌をどうしてもこの街に紹介したいんで来てくれないかとか、それで本当にちょっと些細なちょっとした出会いから膨らんでいって実際行くことになったり、会いに行ったら非常に盛り上がって、じゃあコンサート行くかみたいな、そういう積み重ねなんですね。僕はやっぱりその1980年ぐらいに中学生で一番エレキを買ったりしたかった時期ですから、もろニューウェーブ、ポストパンクのニューウェーブにどっぷり影響されたし、特にイギリスのバンドですね、ザ・ポリースっていうバンドとかザ・スペシャルズとか。けれどもプロに89年プロになった時にふと思ったんですよね。自分の好きな音楽を憧れて、彼らに憧れてバンドも組んだしプロも出したけれども、日本でプロになった時に彼らの真似をしてていいのか、彼らに追従して いいのか。もちろん影響を受けるけれども、優れた音楽がここにはたくさんあるから、でもそう言ってたら越せないし追いつけない、だったら連中に作れない音楽を作りたいってプロになって思いまして、ですから そこからはむしろイギリスとアメリカ提案でみたいなどっかにあって、だから親みたいなもんですよね。だから僕にとってはそういうところで恩もたくさんあるし、勉強もたくさんさせてもらったし、憧れもしたし、アイドルもたくさんいるし、でも心の中ではアイドルだけど、自分はそれを超えていくんだ、あの人たちは作れないものを作るんだっていうのが
僕のまあ目標っていうかね、夢ですね。やっぱり僕らが憧れてた街だから、みんなそれぞれメンバーも思い入れがあるし、そこでやれる、それは結構気負ったりするかなと思ったら全然そんなことなくて、お客さんにも助けられて日本の音楽をねじっくり聴いてもらいたいと思うし、またこのお客さんにこういう歌も聴かせたいなとか、いろいろライブやりながら思いましたね。